さあ、売谷さん、今日は。今日はすごいですよ。はい。ああ、これはあれですよ。コメント欄でもリクエストがあった村山海太じゃないですか。尿と書いて、威張りと読んだり、使徒と読んだりするけど、威張りする禅僧、禅のお坊さんというタイトルがついてますけども。とっても気になる絵ですね。力あるよ、これ。ああ、このすごい。絵、迫力あるよ。個人的に気になります。気になる。どういうところが。これを描いた人は一体どんな人なのかっ書いていたうっていう人と、なんだよ。村山書いたって人なんだけ描どいたな。さん、どんな人なのかって、この絵描いた時って一体どんな精神状態だったんだろうなって。村山書いたって知ってた？お名前あ、は、名前は知ってる？この人なんだよ。村山書いたっていうのは、1919年に、まあ、22歳の若さで、結核とスペイン風邪であ亡くなった。ら、あららら、画家であると同時に、詩人でもあり、小説も書いてた。あ、小説も、書いてた。で、この絵を描けば、18歳で二科展に入選して、いきなり横山大観お買い上げ。で、す詩ごを描けば、芥川龍之介が称賛し、小説を描けば、江戸川乱歩が日本のミステリーの元祖だと絶賛したという、大変な才能の塊みたいな人なんですよ。で、この村山海太のことをね、高村光太郎いるでしょ、彫刻家で詩人だった。高村光太郎が、海太が亡くなった後に書いた村山海太っていう詩があるんだよ。でもそれがすごく有名で、一説なんだけど、いつでもいっぱい汗をかいている肉塊海太。五臓六腑に脳細胞を偏在させた書いた。強くて悲しい火だるま書いた。肉塊。肉塊。もうこの詩の前半の方はね、もういつも書いたね、下駄をガラガラ鳴らしてやってきてね、世の中に合鍵がいないじゃないですかとか、探るだけされてバーって去っていくみたいな、そういうもう本当にイメージとして、もう溢れる才能を一瞬に爆発させて散っていった夭折の天才みたいなイメージがあるわけですよ。で、その書いたっていうと、もうこれがよく出てくるんですよ。まさにそのなんか才能を爆発させて去ってった人にふさわしい作品だなみたいな感じで認識されてるんですよ。で、俺たちが若い頃の村山海太像っていうのもそんな感じだったんですよ。ところが、この2、30年、主に愛知県の岡崎市美術館、海太が生まれた町なんだけど、そこで今館長をやられてる村松泰治さんっていう方がいらっしゃるのよ。その人がね、まあ後できっかけがあって、村山海太はずっと研究することになって、で、今まで知られてなかった新発見の作品とかが、あるいは新事実がごそごそ出てきてんだよ。それを見るとね、ちょっと村山海太のイメージが変わってくるんだよね。あと、この作品のなんか見え方もちょっと変わってくるんですよ。なので、今回はね、村山海太とはどんな人だったのかっていうのをこうお話ししていきたいと思うんです。短い人生なのに、これ話長くなるよ、この人。楽しみ。